はい、どうも、翔平 TV です。どうも、橋場チャンネルです。はい、お願いします。お願いします。はい、本日はね、トークということで、はい、今日はお題を考えてきました。題して、急速アップどうやってやるの。なるほど。はい、はい、というわけで、大井くんって、まあやっぱね、長年ピッチャーやってて、やっぱどういう感じでやっぱ急速上がってくるんですか、大井くん。自分が考えるにいいですか。はい、やっぱり瞬発力じゃないですかね。瞬発力。はい。おお。やっぱりピッチャーってランニング多いじゃないですか。ランニング多い。なんか20キロとか、うん、なんかそういうのよりも短い30メートルダッシュとか、なんかメディシンボール投げたりとか、はい、一瞬で骨盤をこう早く動かすっていうのが、その体のキレにつながってくるんじゃないかなと。なるほど。はい。ダラダラずっと走っててもなんかスピードは上がんないような気がしますね。なるほど。個人的には。個人の意見で言いますと、はい、長いランニングはコントロールが良くなる。はい。とあとはあの長いイニングを投げれるようになる、スタミナとコントロールが良くなるのが長いランニング、はい、ゆっくりのランニング、はい、で単発短いダッシュとか、はい、パッ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 と走るダッシュは急速アップのなんか練習法みたいなのを、まあ、昔高校時代とか学んだんですけど、はい、実際まあそうですよね。そうですね、実際ね、はい、で一時期ね、まあ、ランニングを2、3年前ぐらいに結構やるようになってた時期があったんですよ、はい、毎日10キロ走ってたんですよね、はい、で、その時は、まあ、走る前はコントロールもバラバラだったんですけど、はい、毎日こう10キロ走ってからは球速が、まあ、まあそこそこ普通だけど、コントロールが異常に良くなった、はい、アウトローにバシンと決まる、はい、なんかあんまこう意識しないで投げてもとりあえずアウトローにバンって決まるような状況になったんですよ、はいはいはい、でそれは10キロ、まあ、1時間ぐらいかな。早い人は多分34分とかも、あのマラソンランナーで34分とか10キロ、はい、40何分とか走るんですけど、まあ、自然とね痩せていくし、はい、投げててやっぱコントロールも安定するし、はい、まあ、今のはコントロールですけど、はい、急速アップの時は大体ダッシュ、ダッシュ、ダッシュですね。ダッシュは体幹かな、あと指先かな。急速アップをしたい人はダッシュですね。ダッシュ、うん、ダッシュ、瞬発力、まあそんな30メートル、40メートルぐらい、まあ、50メートルはちょっと長い気もするんで、30メートル、40メートルのダッシュをパパパパッとこう定期的にやっていくと急速アップするんじゃないかなって、あ、実際に今経験したんですけど、した、まあ、中にはさ、こう難しくさ、この筋トレをなんとかかんとかってこうカタカナの名前のさ、はい、なんか筋トレをするといいとか言うじゃないですか。実際誰でもできるわけじゃないじゃないですか、あれって。まあそうっすね。機械がね、あるところに行かなきゃいけないとかさ、機械を揃えなきゃいけないとかあるじゃないですか、はい、気軽にやするのはやっぱ走ること、うん、だと思うんですよね、はい、うん、急速アップ走んなくてもアップできますっていう、まあ、人がいると思うんですけども、はい、まあ、実際やっぱもう何ただでやるというか、うん、もう自然の中で急速を上げたいんだったらもう走ることですね、うん、が一番重要なんじゃないかなと個人的には思います。あとはまあその投げる前とか走る前とかの、まあ、ストレッチはすごい大事、伸ばして、あとまあ可動域ね、はい、可動域も多分急速アップに結構つながるんで、はい、体が柔らかいとその分こう無視のように投げれるとかさ、はいはい、ね、こう体重移動の、面に関してもあの柔軟性があればさらにこう、ね、体重移動が深くまで、はい、あると思うんで、やっぱピッチャーはやっぱ球速いとかさ、変化球がすごいとか、そういうのをまあロマンに感じるものなんで、はい、あとまあ一番もうなんていうか花形なんで、はいはい、やっぱね試合中はもうやっぱね中心人物なんで、はいはい、試合の結果はもうその人次第でね左右していくんで、はい、非常に重要なポジションなんで、まあ急速アップをして打者にね打たれないような球を投げたりさ、まあ、できるようになるにはやっぱり走ることがすごい大事、はい、でまあ、走り方もやっぱ走れって言われて走るのってすごい俺嫌なんですよ。まあそうっすね、走れ多いチャンネルだけど、はい、走るの好きだっけ。まあ好きっちゃ好きです。好きでもそんな、いやもう大好きじゃないですか。大好きじゃないですか、ね、それ大好きとか生活の一部になっちゃえばいいと思うんだけど、うん、なかなか走るって行為なかなか好きな人あんまいないと思うんですよ。そうっす、俺も大嫌いです、はい、めっちゃ嫌いだし、何かしらあの目標を持ったり、例えば仲間と一緒に走るとか、うん、走ったら報告し合うとか、うん、そういう仲間を作って一緒に
相乗効果でこう上がってやっていくといいんじゃないかなと、はい、自分一人でやるには多分こうサボっちゃうことがあるんで、まあ、そうですね、俺まあそれは、まあ、日記をつけるとかですね、そうですね、あと携帯にメモするとか、そう、はい、あとはまあ SNS とかで、あ、そうですね、そういうなんか企画をこう自分で勝手にね、自分で、はい、そういうのを考えてやるとあの続くんじゃないかなと思います、うん、実際俺今あの今までやったことない毎日投稿を今結構やってるんですよ、はい、意外あんま見てないと思って、まあまあ見てます、ね、一応なんかあれ今日も上がってるみたいな感じで、そうおかしいなみたいな、ってあ、まあそうですね、なってると思うんですけど、はい、それもなんか自分なりに計画を立て出して、はい、今何日にこれ出そう、何日にこれ出そう、これ出すにはこれをしなきゃいけないなみたいな、うん、何時までに作んなきゃいけないなとか、うん、そういうのを考えてやってるんですよ、まあ、そういうのを含めてやっぱ計画性とか見つけてやるといいと思うんで、その急速アップに関して、まあ、結構ね話ずれましたけど、まあ、走ることがすごい重要、何かしらのね策を立てて続けてみるとあのピッチング楽しくなると思います、はいはい、まあ、若いうちはね一生懸命走って体を作ってご飯いっぱい食べていっぱい寝て体を大きくして、まあ、自然と多分若いし急速も上がってくると思うんで、はい、JG 佐藤さんが言ってました、はい、レギュラーじゃなくてもあのプロになれると、うん、高校時代、中学時代、はい、別にレギュラーじゃなくても、諦めなければ、もし、まあ、プロになれる、そういう気持ちを持ってやった方がいいと思います。結構諦める子、ね、多いじゃないですか。やっぱ諦めるのはね、簡単なんで、うんうん、なんかちょっと続けてみるその勇気とか、はい、これは話したくないみたいな、そういうのを作ってほしいなと思います。はい、はい、そんな感じで、今日は急速アップについての周りにちょっといろいろね、はい、アップのためにはこういうことした方がいいよみたいな例え話とか含めてちょっと話してみました、はい、もしこれでね理解できなかったらもう一回動画出します、はい、ね、おいくんのチャンネルは、その概要欄に貼っておきますのでそちらをチェックお願いします、ありがとうございます、はい、というわけで本日の動画は以上となります、チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします、それではありがとうございました、ありがとうございました、ラストも、1名様ですね、1名1名2名様にプレゼントします、はい、というわけでこちらが新人佐藤さんからこちらのサイン色紙とバッティング手袋、これはロッテ時代の最後のバッティングだそうで、こちらを翔平 TV 視聴者の方にプレゼントします、応募条件はチャンネル登録と熱いコメントよろしくお願いします、プレゼント出します、はい、上手ですけどモンタースポーツさんのインスタグラムをフォローと、動画にコメントをすること、そして翔平 TV のチャンネル登録を、すると、本日のご視聴ありがとうございました、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。8月は毎日投稿、そしてプレゼント企画もやっておりますので、どんどん動画を見てください。よろしくお願いします。最強に熱いこの夏、皆さん頑張って乗り越えましょう。皆さんの野球人生が最高のものになりますように祈っております。では、また見てねー。